どの任務がいいかな。始めよう。特急相手、しかも生死不明の5人の救助に1年生の派遣はありえない。それにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。面白くない上が僕の犬間に特急を利用して手よく彼を始末したってと。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。でこれが宿儺の器か。好きにバラしていいよね。しっかり役立てろ。長生きしろよって。自分が死んでりゃ世話ないわよ。あんた仲間が死ぬの初めて？タメは初めてだ。2週間でそこらよ。そんな男が死んで泣きわめく、ちょろい女じゃないのに。なんだ、いつにも増して心機臭いな、めぐみ。おつやかよ。善院先輩。私を名字で呼ぶんじゃねえ。マキ、マジで死んでるんですよ。昨日一年坊が一人。おかか、早く言えや。これじゃ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ。何あの人たち。2年の先輩。いやすまんな、夢中に。実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。東京校、京都校それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ2日間かけて行う。つってもそれは建前で、初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。人戦団体戦って戦うの？呪術師同士で？ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦。逆に殺されないようみっちりしごいてやるぞ。やるだろ、仲間が死んだんだもんな。やる。私は、強くなるんだ。そのためなら何だって。どの任務がいいかな。始めよう。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね。宿儺の実力、中途半端な当て馬じゃ意味ないからね。それなりに収穫はあったさ。言い訳でないことを祈るぞ。1名です。人間は嘘でできている。
表に出る正義の感情や行動には必ず裏がある。だが負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えてしかるべき。だが現状、消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる。戦争の前に二つ条件を満たせば勝てるよ。一つ目は五条悟を戦闘不能にすること。二つ目、両面宿儺、虎杖悠仁を仲間に引き込むこと。ちょっと待って、死んだのであろう、その虎杖悠仁というガキは。さあどうかな。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。許可なく見上げるな。不愉快だ小僧。なら降りてこい、見下してやっからよ。随分と殺気立っているな。当たり前だ、こっちとらお前に殺されてんだぞ。こっち動くか。死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど、ちょうどいいや。明かせ！倒す！ああ、食いしばれ！お前はつまらんな。なぜだ？お前ら、ダメ押しだ。まだ終わらんぞ。目を上げるな。つまらん。まだ出せねえ。いい余力だ。まあまあ。今は無理だ。浮きて。それ。感覚を。強がさ。いや。まだ出せねえ。前に出る。俺に任せろ。これからって。今は無理だ。あっと。敵の感覚を。まあだな。まあ。これからだ。まだ出せねえ。楽しくなってきた。ほら、生意気な。バカ。楽しくなってきた。俺に負けた。俺に任せた。見えろ。任せろ。国戦面倒だ。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。偉そうに。
散々生きっといて結局てめえも死にたくねえんだろ。事情が変わったのだ。近いうち面白いものが見れるぞ。条件は2つ。1、俺が警察と唱えたら1分間体を明け渡すこと。2、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえが気な臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間誰も殺さんし傷つけんと約束しよう。信じられるかい。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る私益を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。分かった、どいてくれ。条件を飲む。何がしてえのかよく分からんけど、まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。始めよう。夢ですか。そう、有事のことでも分かる通り、上層部は呪術界の幕府。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てること。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てるつもりか。イジジうるさい。ユージ、おかえり。おっす、ただいま。記録上、ユージは死んだままにしてくれ。また狙われる前にユージに最低限の力をつける時間が欲しい。ん？じゃあ、イタドリがっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。何人たりともね。五条悟、やはり我々が束になっても殺せんか。ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手立てを。特級呪術、
獄門鏡を使う。獄門鏡持っているのか、あの忌み者を。獄門鏡をわしにくれ、収集に加える。その代わり五条悟はわしが殺す。どの任務がいいかな。始めよう。呪力の解説に戻るけど、みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、有事にはかなりしんどいのやってもらうよ。映画鑑賞。映画鑑賞？もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。何このキモ可愛い人形。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。これがどんな感情下でも一定の呪力出力を保つ訓練。いってー。せっきりもっとバトルもんだと。バトルならさっきやったでしょ。ユージは基礎をマスターすれば強くなれるよ。がいいかな。始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。おっせえよめぐみ。何してた。なんでもいいでしょ。全員先輩は呪術師としてどんな人たちを助けたいですか。あ、別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえ。聞かなきゃよかった。あん伏黒面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。二人は何してんですか。受け身の練習。野原、そんなもんか。まだまだ。くそ、負けん。その息だ。その面へこませ。追い詰める。隙だらけ。クリア。当てる。追い詰める。クリア。当てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。追い詰める。失礼。止まれっつーの。よっと、重力を流す。打って。うわぁ。よっと、当てる。うわぁ。ガス欠るよ。はぁ。当たれ。気分も乗ってきた。
引きを出そうかしら。絶対に風穴開けてやる。直接流し込め。スレージュホ。もうちょっと根性を見せなさいよ。そんな余裕に決まってんでしょ。伏黒、サボってないでお前も参加しろ。始めよう。これでいいのか。負けねえ。交流会まで一月半、ボサボサしてんなよ。お前らは近接弱っちいからな。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。行きますよ。よそ見すんなよ。勝つぞ。刀鳴らし、畳みかける。血だらけだ。動けねえ。動けねえ。右だ。たたみかける。動けねえ。たたみかける。動けねえ。たたみかける。いけ。くらいやがれ。よそ見すんな。高速だ。動けねえ。畳みかける。焦りだ。右だ。高速だ。動けねえ。来い。畳みかける。飛び込め。はっ。飛び込む。勝ってみせる。行け。畳みかける。くらいやがれ。畳みかける。足惜しみはなしだ。畳みかける。スピードが出せない。こっちだ。行くべ。すごい。ほらほら。行くべ。スピードが出せない。上から攻めろ。ほら。でな。領域展開、剛腕エーテ。広げろ。術式の解釈を。よっしゃ。
大した手間もなく終えられた。余裕だ。よし、ここまでだな。めぐみ、どうした？いえ、戦いの時に呪具をどう持ち運ぶべきかと。呪具の持ち運びか。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。全員先輩は2つ以上持ち歩くことでもザラですよね。どうしてるんですか？パンダに持たせてる。お前あの時なぜ逃げた？俺には特急に勝てる可能性があった。そういう意味だったんだろう。先輩、なんとかなりそうです。がいいかな。始めよう。これでいいのか？さっさと終わらせるわよ。野原、次は複数の相手との戦い方を仕込んでやる。呪霊とやるとき、いつも1対1とは限らない。確かに、少年院のときも呪霊に囲まれてヤバかったよね。おいトゲ、お前も手伝え。他か。別にいじめるわけじゃねえよ。手加減はするって。言ってることわかるの？んなことどうでもいいだろ。行くぞ。やるからには勝つ。行くぞトゲ。シャケ、こっちから行くわ。もう追い詰める。先手必勝、食らいやがれ。当てる。まずは肩なら当てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。もう追い詰める。シャケ、もう行ってみる。少し本気を出そうかしら。重力が足りないわ。どのくらいよ。風穴開けてやる。やるやる。もう行ってみる。くらいやがれ。広がれ。置いてくぞ。暗いやがれ。やってやる。好き。効かねえ。当てる気だ。事故。てめえの攻撃は見切った。当てる。こっちへ。私を怖いわな。当てる。避け。
ちょっと根性を見せなさいよ。そんな余裕に決まってんでしょ。野原、お前は片方の相手に集中しすぎだ。一方と戦ってる時に常にもう一方も意識しろ。マキさんってもしかして後ろにも目ついてたりするか。バカ、目だけじゃねえ、他の五感も使うんだよ。幹部、うっせ、悪かったな、目つきが悪くて。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。負けねえ。めぐみは俺と特訓だ。何の特訓ですか。そうだな、せっかく俺とやるんだし、体格差のある相手との戦い方だな。体格差ですか。リーチの長さとか攻撃の重さとか他にもいろいろあるが、そのあたりを考慮した上で戦わないといけないからな。呪霊でも大きいのはいますし。そういうことだ。動きが身につくまでガンガンしごいていくぞ。手加減しないでくださいよ。心配するな。慎重に行こう。先手を取る。近接もできるんだよ。このまま飛び込む。終わった。投げろ。投げろ。ほどけねえ。攻める。投げろ。電撃で攻める。攻める。はい、なるほど、やめ。ごめん。電撃で攻める。ごめん、ガードごと破れ。このまま作戦通りだ。大した怪我もなく終えられた。結構慣れてきたんじゃないか。そうですか。これで俺みたいなでかいやつを相手にしても大丈夫だな。呪霊はまだしも、パンダ先輩並みの体格の術師を相手にすることなんてありますかね。そう思ってると案外すぐに相手にすることになったりするんだよな。縁起の悪いこと言わないでください。この任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。ジグロ、あんたも休憩。お前もか。こっちとらマキさんたちもしごかれまくってんのよ。休憩もしたくなるわ。あんたは。こっちはパンダ先輩だ。
動きが身につくまでやるって言われて適当した。お疲れ、二人とも。五条先生、二人とも疲れたでしょう。休みたい？それ言うときって大抵ろくなことじゃないのよね。分かってるじゃない。疲れてる君たちに僕との特訓をプレゼント。やっぱりか。本気ですか。僕はいつだって本気さ。一体何の訓練？ちょっと伏黒、あんたやるつもり？今からやるのは術式の訓練。2年のみんなとやってたのは近接の訓練ばかりで、術式の特訓はしてないでしょ？それはそうだけど、こっちが満身創痍だったとしても敵が待ってくれるわけじゃない。空気さん、やるぞ。分かったわよ。いい機会だし、ぶん殴ってやるわよ。釘崎、油断するなよ。遠慮何かせずにバンバン術式使っていいよ。勝つ。こっちから行くわ。また鳴らした。当てねえ。いただけ。センスあるよ。追い詰める。僕について行くべ。センスあんねん。いや当てる。ついてこれる。気をつけ。飛び込む。当てる。引きを出そうかしら。センス離れかけろ。上手にね。了解。ぶっ飛ばす。今忙しいんだ。当てる。についてこれるかな？突きをつけ。あいた。あった。ぶっ飛ばす。切り込め。やってみせる。ね、こっけ。すご。やばい。切り込め。マジで問題ない。あげる。取り切る。なんてね。ぶっ飛ばす。二人でどっちだよ。切り込め。センスあんねん。不正義なさい。めんどくさいます。伏黒、今度あんたの犬撫でさせなさいよ。これはペットじゃねえ。こんなもんかな。お疲れ。どうしたの？二人とも。見てわかりませんか。ここまでやらなくても。甘いよ。そんな覚悟じゃ僕に勝てるくらいに強くなれないよ。釘崎、もう一回やるぞ。はあ？やらねえな、俺一人で。何言ってんのよ。さっき二人でやられたばっかなのに、あんた一人で勝てるわけないでしょ。行くわよ、もう一本。お願いします。
いいね、その調子だよ。どの任務がいいかな。